待って、えいや、えい、えい、嘘嘘嘘、な、嘘か、焦った。なんか降りるとこ怖いな、思って。これ、えい、おるっすよ。いや、これ怖いわ。もう苦しい、全然跳ねる跳ねる。なんかグーフィーからレギュラー行ってなんか上級者みたいでしたね。いやもうもちろんパワーゾーンキープしてね、こうパワーゾーンキープして戻るよ。あ、パワーゾーンキープした結果グーフィーからレギュラーに。そうそう、だからもうこういうたるい波は基本中の基本ですよ。たまたまやろ、たまたまやろ、ただの。じゃあたまたま向いたら向こう行っちゃったよ。あれあれあれ。何点かつけていいですか今の。まあ、先言うわ。ああ 8.25 1.25 あのさ、1.25 だったら決めましたとか言うのやめてくれる。いやでも今の1ターンやったやろ、マジで正直よかったよ。だって今のあれだし、慎吾社長並みのビッグハックだったもん。あれは慎吾社長、あんなしょぼくないっていうか。慎吾社長やばいよ。でもそれ長さあるのに通していいか。いい。でもそれもちょっと乗ってみたいんだよな。これ正直さ、ガルチャルってこれオトムゲームじゃないと思ったけど、まさにこれオトムゲームだ。これ乗れるね、この波。あのさ、ちょっと一本ターンしたからっていきなりオトムゲームって言うのやめてもらっていいですか。いい波だね。いただきますか。はい、はい、これのね、僕はアルネスレトロで音はスムースオペレーターなんですけど、はい、どっちの方が今日の波で合いますかね。あ、やばい、ミスった、ミスった。やばい、来た。おお、これというわけでアレンヘレトロで乗り換えましたけど、はい、この板では何を見せてくれるんですか。いやまあやっぱりあの僕得意なね、パンピングガン決めからのアップスガン決めで最後にビッグハックですね。あ、いいっすね。あ、何て言うんだったっけ、プロがさ、いろいろ乗ってこうシェーパーとかに言うことを何て言うんだったっけ。板乗ってさ、こうした方がいいとか言うじゃん。何だったっけ、何だったっけ、忘れたけど、それをプレセボに僕が伝えようと思う。だいぶ参考にならんやん、シェイパーの方も。で、いちいち俺が言いに行ったら怒るだろうな、うん、こいつ何言いに来た。プレセボたくさん持っとるの知ってますけど、うるせえって言われる。確かに。
いやでもどうですか、内待ちした感じは。いやいい、なこれさ横も広い分安定するんだけど、たださ波がこう右左重なるじゃん、うん、そういうの細い方がいいのか、ただ短い分どうなのか、あの調子いいのか、はい、だから一本乗ってみたい。ただ波はぐだぐだの割にはこれは抵抗めっちゃ速いじゃん。そうですね、全然必死に後半でもいけるけど、これは若干短い分どうなのか、張ってくる方がこれはいいかもしれんけど、でもパドルした感じこっちのスムーソフレートの方が細くて楽ですね、しやすい、うん、だけどこれね安定感があるんだ、ワイドがあるから、まあ、それはそうっすね、うん、だからどっちかなと思って。思い出した、ビーババットだ。自分はね、もう RF レトロで何本も決めましたよ。いや、見てた。3本ぐらい決めたから、結構なんやっぱり扱いやすい。いやなんかテイクオフ早いし、いいとこから立てるっていうのが第一で、で、あとはね、ターンしようとしても幅広いやん、うん、幅広いのに、こうテールがこう、なんてやろ、フィッシュ、超フィッシュで、ちょっと押してください、こんな感じでね、超フィッシュになってるおかげでターンもしやすくなってますね。この銀はさ、でかい割にもたついてないよね。はい、なんか今、足に当たりましたね。うわ、来たんじゃん、サメじゃん、サメ。そこサメおるらしいっすね。一人、こういうさ、台風並みの時サメがさ、あったかくてうわーっと、昨日も10匹ぐらい太ったらしいから。会いたいっすね。うわ、強く一人だったらさ、上がってくる言った自分が怖くなってきたわいらんこと言わんでしょ。いやでもびっくりするぐらい波というか、あのびっくりするぐらい水温あったかいっすね。あったかい。で、なんかさ、これぐったぐたで絶対乗れんと思ったけど、意外に乗れるんだよ。そうっすね。いけるいけるいける。来た時にもっと波を追いかけなあかんすよ。どっち、どういう意味で。いや、波来たらその場でこうひっくり返してそのまま行ってるだけやから、こう例えばこう波が来るじゃないですか、はい、絶対に波ってこうなんていう、一番山があるからそこに向かってパドルするんですよ。一応ね、やっとるつもりと、あとね、あんまり向こう行っちゃうと、いやいや前行きすぎるかなと思って、ね、そう、こうやって言われてこうインサイド行くって思う人おると思うんですけど、こう来たらこっち、これが山やん。そういうことね。こっちにパドルするんですよ。はい、これや、これやったら、うん、こうやって見たときに、あ、これいけよ。多くの人がこう波来たらインサイド向かってパドルするんですよ、はいはいはい、まあ、それはもうあの間違ってないことでもあるんですけど、そう、大体インサイドに漕いでしまうんで、これはもう割れてしまうよ。だからこれから山見つけてそこに、山に磨けてパドルでお願いします。横に行くことによってもうボードにスピードがつくから、方向転換してはもうスピードがついとるってことですよね。はい、そうなんですよね。それはちょっとやってみます。ああ、いい波来んかな。ちょっとせっかくボード交換したら1本ぐらい乗ってくださいよ。いや、
ちょっとね、もう満ちてさ、急に割れにくくなっちゃったんだよ。そうっすね、全然良かったね。全然良くなくなっちゃいましたね。急に変わった。海ってほんとこうで、だから一人もおらんくなったね。はい、満ちてきてダメになるって帰っちゃったもんね。まあ、こっからどうね、もうラストウェーブどうやって見つけるかですよ。乗ってインサイドまでパドルで帰らず乗って帰りたいですね。そうっすね、大体こうなると俺いつもパドルで帰る。まあでもこうやって波待ちしとってさ、沖から上に行ってくるやん、はい、で近くまで来なくてもその、なんていうのちょっと見えるじゃないですか、はい、でそこで一番立ってる方向に向かって一回沖向かってパドルするんですよ、はい、でそれ同時にこう U ターンしてくる感じ。ほとんどこの場に寄ってバッてこの場からビーチに向かっていくんで、それは行き過ぎちゃうんだよな。それは遅れるし、うん、行き過ぎちゃうんだ。立つ頃にはもうスープなんですよ。そうだから前行き過ぎるから立つとこが上で立てなくて下行っちゃうんで。なんか分かってる風ですね。これこれこれ。今度は無理っすよ。あれ、僕のパドル力があれば行けるかな。今のだってさ、その場で回転して行ったじゃないですかね。まあまあね、まあね。100%無理なんですよ。話聞いとんかっちゃう話だよ。マジで。まあ、そうだそうだそうだとか言っといてさ、何も分かってないよ。チュッチュっていけるような気がしてさ、まあでも板がね、それやといける気がしてしまうんですよ。この板だとさ、いける気するんだよ。そうだから、波を追いかける癖つけたらいけるっすよ。もうちょっと見て、回り込んで、もうすでに先にスピードつけとかなきゃね。そうそう、もう加速助走っすよ、はいはい、あの止まっとって走るのなんか人間だと遅いからね、はい、あのバトンタッチと一緒一緒、ちょっとスピードつけてから行くっていう。なんかちょっと分かってる風っすね。そうそう、ああ割れんな。そうやってうねってきたら、とりあえずバトンタッチもだって走りながら渡すじゃん。はい、あれですよ。山あっちや。ああ、いけるいける、ちょうどいいとこ。おお、お疲れ様でした。はい、ちょっと乗れんかったっすね。最後乗れんかったけど、でも結構前半ずっと楽しめた。そうっすね、もうこれ終わっちゃったもん。なんか、まあ、まずは乗り換え企画やりましょうよ。そうしましょう。ちょっと今何時ですか。もうすぐ3時、ギリだよ。何も食ってないですよね。何も食ってなくて、そんだけサーフィンが好きってことじゃないですか。サーフィン好き親子ファミリーチャンネルっすね。はい、もうご飯よりサンドの飯よりサーフィンが好き。それ間違いないよ。はい、今からご飯食いながら帰りましょう。はい、じゃあお邪魔しました。いやだけど思ったよりね、前半はオトンウェブで最高楽しかった。来てよかったなっていう感じ。しかも何本か決めれたもんの。そうで、最初もこれ終わったわと思ったけど、これどこも波ないし、また帰らなあかんと思ったら案外できてよかったよ。よかったですね。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様。